革命の最初の舞台となったラッパス・ボリビア革命は南アメリカ大陸中部の国家ボリビアにおいて政権を奪取した民族革命運動等が1952年から1964年にかけて実施した社会改革及び経済改革を指す故障。1932年に勃発したチャコ戦争でパラグアイに敗れたボリビアでは民族意識が高まり、 近代化と変革を求めた政党が数多く誕生した。1941年に結成された MNR もその一つで、ボリビアの主要輸出品目となっていた鈴の開発を独占していた財閥と外国資本に反目する立場を取り、国民の支持を得て、ビクトルパス・エステンソロやエルナン・シレス・スワソラを閣僚に送り込んでいた。1942年12月、 軍による片尾鉱山労働者虐殺事件を契機として、MNR は鈴鉱山労働者の組織化に注力し、労働者層の支持を取り付け急速に勢力を拡大した。1951年5月6日の選挙で勝利を収めた後、これを認めない軍部に対して、MNR は鉱山労働者や国家警察部隊と結託して、ラパスにて武装放棄し、パスとシレスがそれぞれただし、 副大統領に就任した。その後12年間の MNR 政権時代が続き、ボリビアの政治、経済、社会を大きく変革する政治が実施された。MNR 政権による革命の内容は以下に、要約される。ビッグスリーと呼ばれた三大鈴財閥、パティーノョ、アラマヨ、ホッホチルドを解体し、工業公社として国有化のうち改革法の制定による、 大土地所有制のもと連続的支配を受け続けてきた農民層への農地分配男女への選挙権を与えた普通選挙法の制定軍部の解体義務教育制度の導入こうした革命は近代的な国民国家の幕開けとして期待されたが実施しようとしていた内容に対し国家基盤が貧弱であったことが原因となり行政機構の肥大化のみが進行し国民の生活への還元は少なかった 加えて、支持母体であった労働者層によって設立された中央労働本部が関連省庁を支配し強い力を持つようになると合理的で統一性のある改革がままならなくなりインフレが進行するという悪循環に陥った。パスはアメリカや国際通貨基金の支援のもとに経済の立て直しを図ったが効果はなく、左派と中道右派との対立を招いた。その結果、 1964年に MNR は分裂。再建した軍部が再度クーデターを起こし、革命政権は幕を閉じた。ありがとうございます。